カルフィン4ンイコールアイコールピンは、オランダ・アムステルダム出身のサッカー選手。2005年から FC フォレンダムと契約し、プロとしてのキャリアをスタートさせる。NEC 内銘編戦でデビューし、この年、プロ初得点を記録している。2006年から SC、ヘイレンヘンへ5年契約で移籍した。FC フロー人間戦で19歳にしてエール、ディビジデビューを果たす。 その後左サイドバックで起用されるようになり、2008年には北京オリンピックオランダ代表に選出された。2009から10シーズンは不適正期限付き移籍し、30試合に出場し、エールリビジ初得点も挙げた。2010から11シーズンはヘーレンヘーンへ復帰、29試合に出場した。シーズン終了後5年契約が切れたことで、 アヤックスやフェイエノールトからも注目され、ギリシャのクラブからもオファーがあったが、アフシンゴ飛びの下でプレーしたいという理由で、清水エスパルスへ移籍した。移籍後は主にボランチや、センターバック、左サイドバックとして起用された。2015年シーズンをもって、清水を退団。2016年2月、FC 町田ゼルビアへ移籍。2017年シーズンにより、横浜 FC へ移籍。 2019年はリーグ戦全42試合に出場し、クラブの13年ぶり J1 昇格に大きく貢献した。2021年7月31日付をもって横浜 FC と契約満了になったと発表された。2007年にオランダ U-21 代表に選出され、UEFAU-21 欧州選手権2007に優勝。 北京オリンピックの出場権を獲得する。北京オリンピック本大会でも3試合に出場した。その他の公式戦。ありがとうございます。